Yeah. そっちは片付いたよ。え、そんなものがあるのか。まったくイーノックも気の毒だ。もちろんサポートはするよ。じゃ、また連絡する。Thank you.
アザゼルの世界には驚かされたが、タワーも残り半分だ。次の世界じゃ親友のアルマロスが待ってるぞ。え、違うのか。少なくともあいつはお前のことをそう思っているよ。まあどちらにせよお前の役割は変わらない。それで情けをかけられても困るしな。あいつを捕らえて魂の牢獄に放り込むんだ。エルダーの洪水計画を阻止するためにな。老獪なアザゼルは高度な機械文明の世界を作り上げ、イーノックを待ち構えていた。アザゼルが仕掛けた罠に翻弄されながらも、イーノックは脱出を果たし、次の階層を目指した。